大家好，我是莉莉弗兰基。台湾2回目なんですけど、その最初に来た時、本のサイン会で来た時もすごくたくさんの人に親切にしてもらって、すごく好きな国で、ね、また教師くじったとしか思えない始まり。今回まだ滞在の途中ですけども、一番印象に残って昨日マッサージに行って、すごい力の強い、そのおばさんで、ちょっとなんか今でも首が動かなくなってますけど、気持ちいいんですけど、ものすごく痛かったことですかね。食べ物、果物、全部美味しいし、1週間の予定できましたけど、本当にもっと長くいたいと思ってます。一日を乗り捨てて、7月の10日から、台湾でも、映画クルーのことを、皆さんに見ていただけることになりました、ぜひ劇場に、足をお運びください。よろしくお願いします。